新年明けましておめでとうございます。正式に、2015年がやってまいりました。2015年はまさにこのフラワーアーティスト新フラワー TV の年になると思います。で、2015年最初の動画はですね、こう新たに一本撮ろうと思ったんですけど、やはりここは本当の初池を皆さんに紹介したいと思いまして、実はこの新年初の初池は、横浜中華街の名店の貴賓室なんですね。なのでそちらの様子を皆さんにお届けしたいと思います。こちら結構今日はアクシデントがありまして、バタバタとしておりますが、そのあたりもちょっとこう見せつつ、あんまかっこ悪いとこは隠しつつ、皆さんに紹介していきたいと思います。それでは今年も1年またよろしくお願いいたします。では行ってみましょう。どうぞ。
はい、新年の意気込みはいかがだったでしょうか。もう今年もね、なんかバタバタになりそうですけれども、もう2月、1月、2月、3月、4月までずっとこうイベントが、おかげさまで続いております。またね、皆さんにいろんなものを紹介できると思いますので、ぜひ楽しみにしていてください。そしてこのフラワー TV ではですね、フラワーアーティストシンからもですね、皆さんにお願いになります。ぜひね、チャンネル登録まだね、こう視聴されてる方で知らない方がたくさんいると思いますので、ぜひチャンネル登録をお願いしたいと思います。皆さんのチャンネル登録でまたね、こうこのフラワー TV はやれることが増えて、皆さんにいろんなものをこう配信できると思いますので、ぜひよろしくお願いします。チャンネル登録お待ちしております。また2015年よろしくお願いします。ありがとうございます。